まあの大丈夫かなって思うんです、僕もふざけすぎて、もちゃん、僕のこと重いって思わないかなって、いいやこの死者も一緒に見ましたし、一緒に見てるんだ、一緒に見たね、一緒に隣になって、もうこの劇場の誰もいない劇場で、二人きりで、二人隣同士で見ました、先にね、入ってたらしくて。 こんな劇場だよーって写真まで送ってきて。<laughs> <laughs> どんだけ楽しみにしてんだって <laughs> え。で、入った瞬間に、え、マムちゃん、どこ座るって言って。<laughs> ここがセンターだよーって全部説明してくれ。さっきもずーっと裏でさわしなく動いてましたから、彼は <laughs>、えー。<laughs> こちゃ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 。<laughs> はい、かわいいんですよ。 ね、なんか居心地がねお二人一緒にいる時の居心地がとても良さそうだなっていう感じが、ね、年齢はでも10歳ぐらい宮野さん言わないでくださいあごめんなさい <laughs> お兄さんお兄さん年齢なお兄さんお兄さんで,でもこんなに馬が合うなんてっていう<ー>なんかよく言ってるんですけどこう微妙にこう畑が違うからこそ何でも気兼ねなく言い合えるっていうのはあって、うん、俳優でねバーンガン活躍してると僕は声優でやってるっていうところで,でそれぞれの意見で あのいろんな解釈で話せたのが非常に距離を縮めたのかなというふうに思います。はい、どうですか福士さんはどう考えていらっしゃいますか。あ、今聞いた。い俺の話聞いてたの。いやいや、完全に同意と思って。<laughs> 別にいろ <laughs> んなしと思って。<laughs> 完全に同意。<laughs> <laughs> それいいな。例えばあの福士さんがすごくこう嬉しそうに楽しそうにしていらっしゃる姿をこんなにふんだんに見ることができるっていうのはう、ねうん、もう軽有なことかと思いますけど。多分。 ないすねもうこれからもこんなに楽しくだから次舞台挨拶がある時多分んかマモちゃんがもしいなかったらもうあんまやる気が起きないかもどういうこと俺関係ないのに来いってこと世話役で裏でそうそうそうしかも裏で表に出してくれよせめて人前に出してくれよなんかどこがそんなに 信…信頼というかどこ…どこどこかってどういうことですか違うんですよ <laughs> <え>こ,これのどこかみたいな… <laughs> 違,う違,う違います違います言い,言い方気を付けてください魅力は重々分かっているんですけ <laughs>、うん、なんでそんなに心を許せる空気が二、ね、人の間に生まれているのかっていうのを知りたい,いま,まあ本当にさっきもあの言ってましたけどそのお互いリスペクトできる畑が違うからこそリスペクトできるっていうところとまあなんだろう僕がボケることに対して <laughs> やっぱ全部突っ込んでくれる <laughs> 優しさ、包容力みたいなところかな、うん、やっぱりそうですねでもそれがほんたまにあの大丈夫かなって思うんです僕も、うん、ふざけすぎて「うん、もちゃん僕の,僕のこと重いって思わないかな」って「重い!」僕のこと重いって思わないかな」恋人の距離感。<laughs> <laughs>